ではですね、トップインタビュー始まります、はい、現在何かの壁にぶち当たっている人、転職を考えている人や、やりたいことが見つからないなど、そんな悩みがある方に聞いてほしい番組、トップインタビュー。さまざまな職業の方をお呼びして、今の職業に就くまでの経緯、仕事内容などをインタビュー形式で聞いちゃおうという企画です。あ、番組です。この番組ではメール、メッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmgino1.com 797@fmgino1.com また、FM ギノワンでは、ユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しております。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらからもお楽しみください。では、今日のゲストはどんな職業でしょうか ?CM の後、お楽しみください。間違った。 CM の後全部あれだろう、原稿通りだろう時刻は何時ですとかさFM ギノワンよりお伝えしていますとかそういったの言え、そういったのやってみましょう。お利口さん、お利口さんです。テンションも低いしや数出した方がいい、数出した方がいいんだよ本当に。そうですか。最近本当にさ、うまくやろうしてからに失敗してるわけ。あ、残念。色気づいた。色気づいてるんです。分かりました。分かりました。うまくやろうとしなくてもいいんだよ全然。本当ですか。うん、じゃあもう飛ばしていきますよもう。大丈夫。CM 終わったら。ああ、自分ね最初の3回ぐらいだった。うまくやろうとしてから。早いです3回は。で山本さんの聞いてから、あ、こんなんでいいんだ。朝つい車乗ってて。あ、こんなんでいいんだ。じゃあ飛ばしで。はい、やってまいりました。トップインタビューのお時間です。それではですね、山内さん、はい、聞こえますか？はい、聞こえますよ飛ばしでいけっていうことでも飛ばしちゃいます。そうです、トップインタビュー。この番組はですね、はい、各方面で活躍する人物を呼んでですね、うん、人物、はい、はい、その人の哲学とか、うん、あるいはその仕事ぶり気になりますよね。そうですね、どのようなこの心持ちで仕事をしているのかっていうのを聞いていく番組でございます、うん、はい、そして今日のゲスト早速紹介してみましょう。では自己紹介どうぞ。あ、いきなりですかあ、 ありがとうございます、はい、サンキャッチ企画代表でですね、普段はの名刺マーケティングコンサルタントとして活動してます新里哲也です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。名刺を見ながら自己紹介するなん、ね、はい、だっけなと思ってですねそう、もうね最近手広げすぎて自分を見失っているという。いや、見失ってないですよ。全然見失ってますか。はい、見失ってます、はい、やってることはね、まあ、似たようなことですよ。似たようなこと、はい。いやでもそれはインタビューで答えてもらっても。あ、そうですね。はい、分かりました。はい、じゃあまず一つ目の質問していいですか。どうぞ。山内さん山内さんです。山内さん、はい、山内です。山内よろしくお願いしますではですね、まず一つ目、はい、今の仕事に就くまでの経緯ありますか。そうですね、僕はまあ、ここ FM ギノワンから僕の元職を見えるんですけど、はい、あるかな、あれかな。どれですか、どれですか。あの米軍基地の倉庫で働いてたんですよ。え、はい、多分見えますよここから。はい、12年。チャタンの12年。うん、まあ、ズケラン、うん、まあ、そこですね、見えると思いますね。で、そこで12年、はい、働いてたんですけど、うんうんうん、まあ、大学、まあ、まずね高校行って卒業するときに僕実業高校だったんで、うんうん、就職って、ね、ほとんど就職するんですけど、なんか就職する気全くなくて、うん、もうね僕は就職しないって言い張ったんですよ。なんでですか。やりたくなかったんですよ。働きたくなかった。働きたくないし、うん、なんで俺働かないといけないのかなとかって思ってて、うん、でもうやらないって決めて、親にも言ったんですよ。もう俺は働かないって言ったら別にいいんじゃないかって言われたんで、やっぱね、で親も変わってて、そうそう、変わってるんですよ、うん、でも働きたくないけどじゃあどうするってなった時、僕バスケしてたんで、うんうん、バスケ誘われたんですよ大学から。推薦で、体育推薦で、うんうんうん、バスケ来ませんかって。そんなにうまかったんですか。結構上手でしたよ、すごいねだからもうなんかバスケしたかったっていうのも多少あったんですけど、うん、どちらかといえばこう就職から逃げられるというか、
うん、大学行けばね社会的に学生ですって話なんで、うん、で逃げるように大学行って4年間バスケして、うん、で卒業するときに今度さあ逃げられないぞと、うん、今度こそ就職しないといけない、うん、でもやる気はないし、うん、まだやる気はないんだ、まだないですね、就職する気全くないんですよ、うん、4年間経っても全くない、うん、で当時本当に本気で思ったんですけど、うん、なんで就職するのに僕が頭下げるんだろうっていうの不思議だったんですよ。うんうん、もう常に上からだったんです、ね、もうね今考えたら本当にねとんでもない若者だったんですけど本気で高校の時から思ったんですよ。いや俺就職したらこの会社売り上げ上がるのになんで俺が頭下げてんのかなってもう不思議でならなかった。本当に変わり者ですねそうそうそうあれってなんで俺が頭下げてんのか逆向こう側が来るんじゃないかなって本気で高校の時思ってたんですよね。へえ、はい、でバイトとかをしたことなかったんですか。ないないです働いたことなくて、うん、でまあまあ、大学卒業して、まあ、働かないといけないん で当時ね米軍基地結構いい仕事だよって言われて、うん、あじゃあ俺そこ行くやって言ったらお前簡単に入れるもんじゃないよって周りに言われて、うん、いや俺そこ行くからって言ったら出したらすぐ決まったんですよ。本採用で、うん、でそこから12年いてどんな仕事ですかこの倉庫の管理ですね、うん、でまあ、外人が相手で、まあ、最初大変だったんですけど、ね、英語も分からないし、うんうんでまあ、英語からなくて入れたんだ。入れたんですよこれね大事なんですよ強気強気だからね面接の時 も、うん、もう外人ね僕落としたら後悔するよって言ったんですよね。出たそう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 これ外人には通じるけど日本人にやったらねもういや日本人も意外と通じる通じるんですか。あれじゃないね、うん、通じる。僕高校入試も大学入試も同じこと言ってるんで僕落とすと学校の損失ですよって言ったんですよ面接の時に大学の授業だからこのなんていうんですかね人によってだと思いますよ。そうそうそう、うん、でもねそれぐらい新潟さんが言うとあれかもしれん、うん、そうそうそう取るかもうちもうんただ佐古が言ったら、うんうん、ごめんごめんおい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 はいはいはい、うん、やっぱ人によりますよ、ね、人によるなんとなく出てるもんですよ。でもね、うん、実力が伴ってたかってそうじゃないと思うんですけど、うん、なんかね今ないけど確かにこう面接の段階では負けてるけど、うん、いや入って半年1年したら俺抜くからどうせ、うん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 、でその長い目で見てくれみたいなことを力説した記憶があるんですよ、はい、いや確かに負けてる今の段階で、うん、今の段階で見ちゃいけないでしょみたいな、うんうんうん、僕1年後2年後見てくださいと僕絶対抜くから、うんうん、だからそういう目で見てくださいみたいな。これ本気で思ってたってことですよね。本気で思ってたんですよ。1点抜くもりもなく、うん、だから面接の練習なんかもしたことないしだからね落ちてもいいぐらいで行った方がいいですよ面接なんか。そうですね、うん、下手に受かろうかろうってダメですよ、うん、この人は落ちてもいいで行きますから、うん、毎回です私。いや次があるわ次があるわ。この人は別のハッタリですからね私全部嘘詐称大丈夫大丈夫です、うん、学歴も職業もそれはまずいですね。特技も全部詐称でほぼ詐称で来ました私は。なるほどなるほどね、うん、まあいいですよ結果オーライということで、はい何でしたっけ質問だから経緯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 で終わりそうですね本当よサクッといきましょうサクッとで、まあ、米軍基地にいたんですけど、まあ、安定してるじゃないですか、うんはいはい、ただねもうなんか自分でやりたいと思ったんでもうやめて、うんうんうん、急にだってもうその時だって30 35でした。へえ35で仕事辞めるって怖くないですか。全然ないですね。だからこう年齢で例えばねもう30だからとかって言うけど僕全然ないんですよそういうのが。うん30だからとかよく言うじゃないですか、うん、全くないですね年齢全然気にしてないっていうか、うん、いくつですか今。今44ですよ。あ若く見えるからね、うん、またね44です。44、そうそうそう。あじゃあ結構最近なんですか始めたのって。10年ぐらい前です。10年ぐらいですよ。あちょうど10そうなんだ。俺はもうもっとやってると思ってたね。そうそうそう10年、うん、貫禄が10年ぐらいですね、うん、それまでは米軍基地にいてで辞めてでやっぱ自分でやりたいっていうのがあったんでなんかねあるものじゃなくて作っていきたいかったんですよ。今までないものとかを作っていくのが楽しいというか、うんうん、その中で、まあ、名刺をやったっていうのはやっぱり沖縄ってすごい人たくさんいるじゃないですか、うん、でなんかこうせっかくすごい人なのにすごい技術サービス考え方持ってるのになんか知られないままその人がねどんどん衰退、うんうん、していったり辞めちゃったりとか、うんうん、これ知ったらすごいのにって、うん、あ彼らは伝え方知らないんだって思ったんですよ、うんうん、で伝え方知ったらこの人もすごいことになるっていう方がたくさんいたん でその伝えるところに特化した専門家になろうって決めたんですよ急に。はい、でそれで一番いいのが実は名刺。これでもこの働いてて、はい、こう辞めてそれから名刺に
たどり着いたんですか。そうそうそう、働いてる時名刺なんかも一切考えたこともないし、そこは なぜこの期間というか。あ、これはね、まあ、米軍基地にいながら僕いろいろ仕事してたんですよ実は。あ、別で。そう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 、副業というか、あ、ネットとかでもうビジネスやってたんですよ、でそれもねそこそこうまくいってて、だから安定した給料がありながらもう、いろんなところからお金が入ってくるようになってきて、結構ね面白いじゃないですかそうなってくると、で調子乗って辞めたら、全部辞めた瞬間にダメになって。そうなんだ。そうそうそう、で安定収入もないし、退職金なんか1ヶ月ぐらい全部使ったんですよね。そう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 、使って何かと車買ったりとかね、それ遊んでますね。そうそうそう、で安定 の収入なくなった上にもう全部なくなったんで、もういきなり貯金ゼロ、手持ちゼロみたいな。そっから始めたんですか。そうそうそう、本当にゼロでしたよ。へー。普通ゼロって言ってもね、大げさに言ってるじゃないですか、本当にゼロでしたからね。あ、ゼロ大げさだな、6円はありましたから。いやいやいや、ゼロでいいですもん。ゼロで。そうそうそう、でその時にたまたまの経営者のアパーティー行ったら、経営者の方がこう名刺交換してる姿見て、あ、これ名刺工夫したら売上上がるかもって思ったんですよ。だって名刺交換して翌日みんな覚えてないじゃないですか。これ覚えられたらすごいよなとか。で名刺って、ね、チラシと違って配れるじゃないですか。どこでもね、どこでも配れる、受け取りますもんね。誰もしかも捨てないし、捨てれない。読むし、例えばパーティーとかでチラシ配ってあるとおかしいじゃないですか、でも名刺配ってあるって言ったら何も違和感ない。普通普通普通ですよね、で名刺とチラシに同じことが書いてても名刺配れるんですよ。ただ名刺っていう名前に変わっただけで。これをね、半年1年2年繰り返してきたらこれ売り上げ絶対変わるって、その時に仮説を立てたんです、でやってみようって仮説を立てたんですか。仮説を立てた、多分そうなるだろう、で勉強しようと思ったら、でも勉強する場がない、そしてセミナーもないし、本もほとんどなかったんで、もう独学でやるしかないわけじゃないですか、でそれで自分なりにこういろいろ検証したり勉強したりやってみたら、やっぱりこう名刺書いたらどんどん周りの方が売り上げ上がっていったんで、あ、やっぱりそうなんだって言って活動していったら、なんかいきなり大学とか電話来たりとか、今ね高校からもね問い合わせが来て、その名刺マーケティング学を取り入れたいんですっていうところも結構出てきてますよね。高校でも取り入れるんですかっていう高校が出てきてますね今ね。多分僕授業を持つことになると思うんですけど、いいですね。ね、素晴らしい。なんかすごいですね、喋りがうますぎて。いや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 、ね、そっち、そっちもそっちもっちか。あ、コメントが来てますね。内容じゃないんだ、はい。大塚健二さんから、はい、いい話、時間や周りがいろんなことを教えてくれているんでしょうねって。あ、なんですか。ん、時間や周りが。いや、おっしゃる通りですね。本当に天気となる時々に本当にね、そういう方と出会ってて、僕実は今話したらなんか順調にいってるみたいなイメージですけど、僕ね2回ぐらいこう名刺の活動やめたんですよ。やめたというかできなかったですね。なんでですか。セミナーしても人来ないし、なかなかうまくいかないと思ったから、もう半年ぐらい全くやらなかったですね。その間どうしてたんですか。その間なんかいろいろ別のことしたりとかしてやってたんですけど、もうなんか名刺から離れてたんです、半年ぐらい。もう無理だな、もうやめようってずっと思ってたら、その時お世話になってる方が電話あって、気づいたんですよね。で、お前何してんのって言われて、いやもう名刺はやってませんみたいな感じだった、めちゃくちゃ怒られて、何してるお前って、絶対やめるなよって言われて、お前絶対やめるなって、お前が思ってる以上にすごいことになるから、これは絶対やり続けるって言われて。あ、初めていい話聞いた。初めてじゃないでしょ。初めてじゃないでしょ。初めて。いや、いいっすね、そういう。めちゃくちゃ怒られましたね。で、やっぱりね、お金になるイメージもなかったし、どうやってこれお金に変えるのみたいな。でもね、本当今やね、すごいですもんね。この名刺の開拓したっていうので、篠田さんもいろんなところから本当に呼ばれてるから、すごいですよ。行政もね、注目し始めてるから。行政も。まあね、本当ですよね。すごい。で、その彼の言葉でなんかハッとして、分かったと、もう人が来る来ない関係ないと、毎月俺はセミナーやる、そこで決めたんですよ。だからゼロでもやる。会場を取って、予約して、まあ、誰も来ないから椅子並べて、誰も来ない、片付けて、会場着だけ払って帰るっていうのを繰り返して、でも俺やるって決めたから、もう機械的にまた予約して、翌月に予約して、すごいな。領収書も全部自分で、受付も喋るのも全部自分でやって、そしたらね、パツパツ
ぽつぽつ出てきたんですよ。へー。でそれをブログとかにもね、うん、誰も見てないだろうなって思いながらブログに書いてたら、それをね、実はその当時に宮古島のそのセミナー企画する担当者が見てたらしくて、へー、ずっと気になってました、うん、で僕が一度ねもう自信なくした時に、うん、もうブログやブログに書いたんですよ。もう名刺やめやりません、うんうんうん、そのブログも読んでて、新田さん何年か前にこれの記事書きましたよねって、うんうん、僕あの時すごく焦ったんですって言われて、呼ぼうと思ってたのに、うん、これ早く呼ばないとって思って、うん、いろんなつてを探してたどり着いて連絡来て僕宮古島に行ったんですよ、そっからも何回か呼ばれるようになって、すごいですね。だからこう目に見える結果が出てなくても、うん、多分目に見えない何かが多分起こってると思うんですよ、行動してれば、うん、これ、はい、あれですかね、ほら新里さんの場合今名刺というこの誰もこう思いつかなかったあれに行ったじゃないですか、だから多少ねうまくいかなくても我慢できたというか、うん、はいはい、後から伸びしろはあるって、うんうん、なんとなく分かるんですけど、どんな場合でもそう思います？いや山本さん逆ですよ。本当逆？なぜかというと、うん、僕名刺やっていくじゃないですか、うんうん、でもね、なんか恐怖とか不安との戦いなんですよ、うんうんうん、例えばセミナー一つやるのも、うん、多分2時間のセミナーやる資料を作るって大変なんですよ、うん、大変、すごく大変なんですけど、うん、じゃあこれを 2時間のセミナーの資料できました、うん、できたらですよ、これがお金になる保証も全くないんですよ、はいはいはい、ないですね。ただこれが出来上がったら生活できるとか、うん、出来上がった人が来るっていうのがあれば、うん、まだいいんですけど、うん、それも全くないわけですよ、はいはいはい、苦労してできたところでゼロかもしれないし、うん、じゃあそのかけてる時間って考えたら、うん、どうですか、不安じゃないですか。不安ですね。もうね、この手の戦いですよ。世の中に何もないわけじゃないですか、前例もないし、うん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 、じゃあ受け入れられるかどうかもわからない、うん、逆なんですよ。だからある程度受け入れられてるものの方が一番やりやすいす、うん、競争相手がいる方が目に見えるんですかね。競争相手がいないけど、うん、それを求めてる人がいるかもわからないし、そうそうそう、市場に、ね、認知もされてないし、ニーズがあるかっていうのは、ある程度認知されてこれから伸びるぐらいが一番いいんですよ。はい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 、ゼロから作るっていうのは、うん、恐怖とか不安とかそういうのと戦いですね、うん、じゃあもうなんていうんですかね、もう信念貫く、そう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 、もうやるって決める、うん、だからもう自分もね、その時思ったんですよ、俺は機械だから感情を持たない、はいはいはい、もうやるって決めたからやるって自分で言い聞かせてましたよ、俺は機械だから、機械だから終わったら予約する。素晴らしい。そうそうそう、もうなんかな泣けてきますね。え、泣いてないですよ、全然全然泣いてなかったですね。涙なんか流すわけないじゃないですかね、あの人あの人ね、もう枯れてますよ、中学校で。違います、あのね、初めて本当にこのなんていうの、今までこのね、大体ビジネスの話とかうまくいく話ばっかり知ってたから、うん、新鮮なんですよ。あ、逆にこの、そうそうそう、いや失敗談の方が、ま、多いですよ、圧倒的に、うん、あ、当たり前じゃないですか。そうですよね、当たり前じゃないですか。そんな感じ、そんな感じ。え、でも逆にやりがいがあ、やりがいはやっぱりこう、まあ、人によると思うんですけど、うん、やっぱりこう自分で作り上げたっていう、うん、積み上げてきたっていうことが自分でも自信になるし、で自分が作ったからこう、なんていうかな、自分でコントロールできるじゃないですか、うん、人に何言われることもないわけですよ、うん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 、価格とかも全部自分で決めれるし、うんうん、あ、そっか、全部自分で決めますね、うんうん、名前とかも全部、うん、まあでもね、やっぱりこう一長両短ですよね、何をするにしても、うんうん、だ自分で、ね、自分がね、いいっていうのを選べばいいんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、自分の信じたことを、そう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 、でもある程度続けるっていうのは大事だと思うんですよ、やっぱり、うん、継続は力なり、力なり、これ最近ね、僕とっても思ってるんですよ、うん、すごいやっぱりこの続けてる人ほど強くなっていく、そうそうそう、どんなあれでもね、やっぱりある程度決めたら、でもまた決めてずっとやるじゃなくて、うん、柔軟にやっぱりこうやめるべきは判断しないといけないし、その判断難しくないですか。 その辺がね、大事だと思いますよ。だって新里さんも判断しようとして、いや違うってなったでしょ。そう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 、この辺の判断のあれは何、うん、やっぱりこう人ってね、不思議と、うん、いろんな人に反対されたり批判されるじゃないですか、うん、はいはいはい、僕もね、うん、なんなんできないよビジネスなんかとか、うんうんうん、誰がお金出すって相当言われたし、うん、やっぱりへこむわけですよ、うんうん、でもね、人間って不思議だもんで、うん、一人でも理解してくれる人とか、うん、あ、はい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 、一人でもこれすごいよって言ってくれたら、うん、人って復活するんですよ、はい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 、だから千名に批判されても一、うん、人の人にすごいって言われたら、うん、やろうかなって、そうなのかなっていう、だからそういうこう人との出会いはすごく大事なのかなと思うんですけどね。やっぱり動いていろんなところで、うん、見てみるっていう人、そういう人絶対現れるんですよ。うん、でたくさん必要ないんですよ。あ、本当、数名でいい、数名で、
で今そのビジネスどんなことをしてるんですか。今はですね、しなつさん謎が多くてね、ね、はい、僕もわからないんですけどあんまりね、名刺っていうのはやっぱりどうやって作るかというと、その人を棚卸しして、はい、その人の過去とか現在とか、まあ、人柄も含めてですね、うん、そういうのも全部やるんですか。そうそう、全部強みとか、うん、で強みがあっても他者との関連もあるじゃないですか、うん、だから本当に他者がいるからそこから選ばれないといけないっていう部分を分析して名刺を作っていくんですけど、うん、だからその人のいいところとか、うん、売るべきところ、うん、売るべき場所、市場とかも見るわけです、うん、でそれで名刺作るんですけど、新札さんの名刺は、はい、この写真のしたり、あ、もちろんもちろん写真はもう必須ですね。僕的には、写真は絶対載せた方がいいんですか。絶対載せた方がいいと思いますね。顔覚えられるから。はい、あと文章だけだとちょっとね、うん、味気ないというか、うん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 、色もいっぱい使った方がいいんですか。ああ、時と場合によりますね。あまり使わない方が、これ今さ、だから商売なんだから。あ、そうだそうだ。まあ、まあ、どういう印象を持たれたいかによってもね、はい、作り方を変わってくる。新札さんに聞けばすぐ分かると思います。そうそう、あの僕のブログにね、名刺の作り方上げてるんで。あ、そうなんだ。上げてるんだ。もうどんどん見てください。動画も多分上げてたと思います。じゃあだから名刺の話とはもう止まらないんで、どんな活動を今してるんですかっていう話ですよ。でその名刺を作る過程がそういう過程じゃないですか。その人の強みとか、はいはいはい、そうなったらね、これ対企業でも同じなんですよ、うん、やることって。この企業の強みは何かなとか、プロデュースですよね。そうそうそう、うん、だからそれをやってたら、逆にこう名刺依頼来た方が、いや会社全部お願いしますとか。はあ、なるほど。名刺だから、僕プロデュースやるって言ったこと一回もないですよ、うん、あ、うん、でもさ、新津さん今やってるのってプロデュースですよね、はい、いろんなのを。そうそう、プロデュース、だからプロデュースしてるんですけど、うん、プロデュースの仕事してますよって僕言ったことないんですよ。あ、まあ確かに。だからプロデュースしてくださいって言われてたから、うん、やってる感じなんですよ。うん、だから僕がメニュー作ったわけじゃなくて、お客さんが僕のメニュー作ったみたいな。なるほど。ちなみに、まあ、具体的にプロデュースしてるのって何があります。まあ、今月18日にマレーシアから来る、はい、マレーシア、ジョン・シュギョウさんっていう、世界一優しい株の教科書1年生っていう、あ、これアマゾンで総合1位取ってるんですけど、はい、この著者の方がね、韓国出身でマレーシア在住なんですけど、はい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 、彼が沖縄で株のスクールを展開したいということで、こちらも僕が実はプロデュースしてます、ね、すごい、はい、で今月の18日に、うん、EM コスタビスタでそのセミナーがあるんですけどね、うん、ぜひぜひ来ていただきたいですね。そうですね、18日学べるんですか。そうですね、株の印象がガラッと変わりますね。難しそうですよね。5秒で判断、5分で取引、5社だけ保有っていうね。へー、面白そう。彼のオリジナルのノウハウらしくてですね、うんうん、4月18日、5月18日。そうですね、まあ、僕のブログにも載せときますので18日です。どっちですか。4月18日火曜日ですね。なんで嘘つくの。5月じゃないでしょ。4月18日火曜日、ま、もう終わってますよ、はい、コスタビスタホテルです、ねはい、僕のブログに上げておきますので、新里哲也 .com で調べていただければ、検索していただければ、はい、名刺の作り方とか、うん、そういうのも載せてます、無料で。そして他にどんなことをしてますか。 あとはですね、うん、この、琉球ビーグの会社をプロデュースしてますね。180年無農薬の、ビーグなんですけど、うんうん、もうこのビーグが本当にね、日本の宝と言われてて、うん、沖縄の人がまだ気づいてないんですけど。そうそうそう、うん、ビーグ自体沖縄の人知らない人も多いですからね、うんうん、でこれをねちょっとプロデュースして、今も多分今すごいいい感じで来てますのでね、これもう海外を含めて、まあ、日本だけじゃなくて、僕はもうちょっと海外の方が、可能性が高いんじゃないかなと思ってて。このビーグは全部ですね、自分が、はい、自分が、ビーグ全てのものが。だから意外と僕いろいろ活動してて思ったのが、うん、すごいものって意外と近場の人がそのすごさに気づかないんですよ、うん、ああはいはいはい、遠くの人が気づくんですよ。うん、で沖縄のすごいものって沖縄の人が一番知らないです。知らない。で海外の人がすごいってわざわざ来るんですよね。だからそういうのを僕知ったので、逆にもその海外に良さを知ってる人たちに、良さを伝えるのもとっても伝える技術も大事なんですけど、その良さを知ってる人たちにダイレクトに持っていく。あ、なるほど。っていうのが、でそこで評価されると沖縄の人も気づくんですよ、うん、はいはいはい、はい、海外でね、はいはいはい、評価されたら、そう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 、日本人そうですもんね。そうそうそうなんです。海外で評価されたらみんなこ う, そ う, そ う, そう評価し始めるっていう、うんうんうん、で海外評価すると、うん、やっぱりすごいんだって、そうそうそう、そっちの方が実は早い。
なるほど。だから海外に一回持ってって、そうですそうです。流行らせた方がもう早いと。そうです。なるほどね。だからもう今ね、海外の企業とかともいろいろね、提携することになってますよ。うん、はい、まあそんなね、プロデュースいろいろしてる、まあ他にもね、あるんですけど、はい、ちょっと時間がないからね、はい、割愛させていただきますが、最後に。最後にじゃない。ちょっと待って、もういいよ、もう。じゃあ、新設さんのさ、話、デージ面白いわけ。うん、哲学というか仕事哲学、新田さんいつもほら強気で、でも、はい、このデジ褒めるさ、褒める、うん、はいはいはい、相手を、相手を、うんうん、この何心持ち、ああ、多分ね、うん、褒めようと思ってないですよ、本当に本当に、なんて、なんていうかな、褒めようと思ってるわけじゃなくて、うん、本当に思ってるんですよ、心の中。じゃあ思ってない時は言わないんですか。言わないですね。でも僕基本的にじゃあ言われない人は思ってないんだ。でもね、僕どんな人も、うん、絶対すごいとこがあるじゃないですか。だから魅力発見期でもありますよね。そうそうそう、もうそれがね、癖ついてるんですよ。わかるわ。その人のいいところ、その会社のいいところを見つけようするんですよ、うんうん、じゃあ僕意外と、僕もそうなんですよ、意外とですね褒められました、新雑さん、はい、褒められました？褒められたことないですね。ないですか？いやいやいや、すぐ褒めたさ、この前。あれなんですよ。僕はテレビのディレクターをやってたんで、うんうん、そのものの良さとかをこう引き出さないといけないっていうところから、はいはいはい、本当に良さをこう探すようになったんですよ。そうそうそう。だから分かるなと思って。ね、癖なんですよ、もう。そう。癖、癖、うん。普通に飯食いに行っても探しますからね。お店入る前からも看板見て探すんですよ。そこまではないな、すごいよね。会った瞬間に探すんですよ。あ、でもこれじゃあいいですね、うん、いいヒントですね、うん、みんな。どんな人でも、どんな人でも、ちょっともう、でゼロの人じゃないんですよ、いいとこ。でもやばい人、ね、うん、いるじゃないですか、たまに、うん、それの人も探すんですか。探します、探します。プラスとマイナスって表裏一体なんですよ。ああ、なるほど。プラスのものって場面によってはマイナスになるし、うん、確かに。うん、じゃ気持ち悪いものって、うん、じゃ気持ち悪い役柄の人探してたら、その人最高の人だったじゃないですか。あ、確かにね。すごい、うん、だからプラスとマイナスって基本的にないんですよ。で同じものでも、例えばプラスになったりマイナスになったりするだけの話、場面が変われば。で頑固な人って悪い人じゃなくて、頑固な人がのおかげで会社成り立つとか、頑固の人のおかげで危機を乗り切ったってもあるわけじゃないですか。でも頑固なせいで喧嘩したとかもあるわけですよね。ないんですよ、プラスとマイナスって基本的に世の中に。はあ、存在しない。必ず両極端を持ち合わせてるんですけど、でそこをどこでどう見るかだけの話なんです。これは人じゃなくてもってことですね。会社でも全部、物でも、物でも、だからプラスとマイナスってない。だから長所とか短所とか世の中に存在しないと思ってるんです。あ、長所になったり短所になったりするんです。あ、なるほど。場面で、すごいですね、分かる。そうそうそう、面白いね。すごいです。だからこういうことを聞きたかったんですよね。だからその本人が悩んでることを、コンプレックスに持ってることも、見方変えたり表現変えると、プラスになるんだ。プラスになるんです。いいこと言うね。売上が上がる要因になってしまうんです、逆に。あ、過去の失敗が。すごい。新札さん、超いいこと言ってますね。いいこと言ってますね。有料にしてもよかったですね。今日はもう久々に新札さん見直しましたね。え、でも新札さん、じゃあセミナーこんな感じなんですよね。そうそうそう、それいや、セミナーではこんなこと話さないでしょ。もっとダイレクトに、もっと具体的に、技術的な話もしますよ、当然、でも考え方としてはそんな感じですよ。聞きやすい。だから目の前に出されたものを、いいところ探して、でその見つけただけじゃ伝わらないんで、じゃあどうやって表現した方が伝わるかなっていう、なるほど、方に変換していく。でそれを名刺に載せていくんですね。ああ、なるほどね。やっぱ名刺きっかけでそういう癖もついたんじゃないですか。癖がついてる、癖がついてる、ね、もう10年ぐらいやってますからね。いいですね。じゃあもうどうぞ最後に聞きたいこと、もうお時間ですので。はい、ではですね、最後に、はい、この新雑さんのですね、はい、職業を夢としている後輩に一言、あ、ありますか？それが最後か。最後わかんない。いやいやいや、僕の職業を目指している人多分いないと思うんですけどだってこれからこれを聞いた人が、ね、プロデュースね、そうそうそう、なんていうかな、こう自分が経験してきたこととか、勉強したことを生かして、そのなんていうかな、ダイヤの原石みたいな人たちが輝く姿を見るっていうのは本当に快感なんですよ。ね、自分がそこに携われたっていうのは、なんかどっちかというと裏方的かもしれないけど、だからそういうこうなんていうかな、本当にちょっとしたことなんですよ。ちょっと表現変えただけでこの人がもう表に出ていっていきなり輝き出す、
でその人が輝き出すっていうことは仕事で活躍するっていうことなんで、うん、その先にはその仕事によってまた救われる人がいるわけですよ、うんうんうん、だからその輝くべき人たちはもうどんどん輝いていくべきだし、その輝くためには何が必要なのかっていうのを僕はもっとこれからも勉強して提供していきたいんで、そういうこう仕事をすることによってる快感というか、本当に味わってほしいなっていう、で自分が成長するっていうことはそういう人が増えるイコールだと思ってるので、そうするとね、疲れたとか全く思わないですね。すごいですね。だからなんていうのかな、大変なこといっぱいあるんですよ、うんうんうん、仕事って、うん、でもね嫌なことはほとんどないですね。あ、だから大変と嫌ってイコールじゃないっていう、大変なこといっぱいあるけど嫌なことほとんどないですね。嫌だなって思うことがあんまないです。すごいですね、すごいですね。超新雑さんすごいですね。うん、すごいですか、うん、まあだから読んでるんですけどね。うん、私ただかっこいいから。いやかっこいい。新田さんなんかいいんですよね。雰囲気雰囲気いい、雰囲気好きなんですよね。いやでもね、はい、結構言いますよね皆さん、うんうん、新田さんいいよねって。そうですか。エロスがないから言うんですよ。エロスがない、これ褒められてるんですか。褒められてます。なんか栄養がないなんかドリンクみたいな。はい、ということで今日のトップインタビューはここまでです。たくさんのメッセージありがとうございましたですね。たくさんメッセージ、うん、まいか。取り上げてほしいお仕事などありましたら、はい、また FM 機能まで、はい、電話、メール、ファックスなどで、うん、ご連絡ください、はい、それでは来週またこの時間にお会いしましょう。お相手は石膏と山内と新里でした。はい、よろしくお願いします。新里さん本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうまた来週、はい、あのさ、Qシート変えたらいいよ。そうです、変えましょう、変えます。